10代最強ラッパーを決める激闘ラップ甲子園なるか2連覇、それとも2冠達成か。実力者揃いの第3回大会が間近に迫るのか。前回急遽超重大発表が。シード美式間の対戦相手、その枠をかけたワイルドカードマッチっていうのをやってもいいかな。ダメダメ、やらないやらないやらないもちろん俺は誰が来てもいいです。余裕で俺はなんか今結構仕上がってるんでいける気がします。誰が空いてる。ワイルドカードマッチを開催し最後の一枠を決定。総勢24名となった特大トーナメントでは、タイガーブロック、ドラゴンブロック、ライオンブロックに分かれ、各ブロックのキングがサドンデス方式の三つどもえ戦で争います。果たして世代最強王者は誰だ。第3回激闘ラップ甲子園は3月26日日曜日、ゴリラホール大阪で開催。さあ世代最強を決める総勢24名によるトーナメント、はい、第3回激闘ラップ甲子園が今月26日に迫る中、はい、今回はですね大会初出場の選手に密着した VTR を見ていきたいと思います、はいはい、お願いします。本番までもう2週間切ってるのよ。そうよね、ちょっと俺らもドキドキしてきたよね。そうだよね、生で見れるんだから。そうで、みーちゃんは初めて生で見るような感じよね。はい、第3回大会から初めてこう見させていただく、生で。生はすごくいいよ。覇気がすごいすごいすごいし、あとなんだろう、結局オンエアでカットされる部分とかも全部見れるわけじゃん。見れるから。そうですよね。そうそう、本当誰一人やっぱり絶対そうだって。絶対そう、本当に言う必要ねえよさあということで早速 VTR 見ていきましょう、はい、みーちゃんお願いします。まずは独特のワードセンスとその巨体で他を圧倒するビッグポイズン、うん、ジャイアンボイスはどうやって生まれたのでしょうか。 VTR どうぞ。 Yeah、激闘ラップ甲子園、俺がビッグポイズン、神戸に生まれたらしいぜ。そっちに行くから待っとけよ、首洗って待っときな。あ、すいません、もうちょっと食べていいですか。もうちょっといいですかね、すいません。すいません、あ、でもそれだけ。おラップのスケール、お前ちはる、俺巨大なビート、ブラフライツープブラ、お前のパワフルな声で他を圧倒するビッグボイズ。僕の憧れの人はソンゴングさんって人で、地元の若い世代をフックアップするソンゴングに憧れているというビッグポイズン。そんな彼はかつて細身のラガーマン、今の体型になった理由も、ラップするにあたってやっぱソンゴングさんのこと憧れてたんで、体をやっぱ大きくしてお腹をこうやって超えてきて、そのおかげで僕の声が今の声がゲットできてると思うんで、まあ正直足の裏痛かったり汗かいたりするっすけど、まあそれもちょっとヒップホップらしさがあると思うんで、もう何でも OK っす。ちょっと前やったら体重が95とかあったんですけど、今ちょっと82とかで結構下がってきたんで、その本戦までにはバッチリ仕上げて、バトル向かおうと思ってるんでお願いします。まあ、相手が誰でももちろん関係なくいくし、何よりまあとりあえず勝って、とりあえず美味しい弁当が食えるように勝てるように頑張りたいです。神戸から全国へ激闘ラップ甲子園、俺が全て掴み取りに行くから待っといてくれよな。ピース。よし、めっちゃいい感じやな。あ、すいません、お金お願いします。太りたいんだね。ね、うん、やっぱそっちも仕上げていきたい。そうだね。96キロあったのが今82キロ、はいはいはい、で本番までには仕上げるって言ったけど、100ぐらいやっぱいくんですかね、仕上げるということは。じゃあちょっといろいろ聞いてみましょうか。はい、さあビッグポイズン君とリモートでつながってます、はい、ビッグポイズン君、お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。目悪くなるってちょっと暗いよ。爬虫類の部屋だったすげえ緑だね。
やっぱり体重って太った方がいいの？いやもうそうっすね、太った方が多分大きい方が何でもいいかなって、声の太ったが変わってくるんじゃないかなって思います。へー、目標体重は？目標はもう100ちょっと超えたいです。100超えたいんだ。100超えてくるんだ。楽しみ。現時点で今何キロ？今85ぐらいですね。85。結構15-20増やさなあかんけど、うんうん、どういうプランニングで増やそうと思ってますか？いやもう時とタイミングですね。なんかもうとりあえず食べまくって、ね、まあ、V の時よりはねちょっと顔ふっくらしてるかなっていう。それはカメラに顔つけんからなって下から撮ってますからね。そっかでかく見せてんのか。そしてそのね、ビッグポイズンっていう名前、うん、ちょっと気になったんだけど、うん、これなんか由来ってあったりするの？孫悟空さんが憧れなんで、うん、とりあえずビッグっていう大きい感じを出したくて、ビッグ何々にしたかったんですけど、まあ、僕の毒に感染してもらって、どんどんヒップホップを知ってもらったり。おー、なるほど。いいですね。じゃあ最後に俺のここを見てくれっていうのあったらアピールお願いします。そうですね、僕のラップは多分唯一無二のフローと唯一無二な言葉が出てくると思うんで、うん、ぜひ、会場まで来て僕のラップを見て楽しんでください。お願いします。はい、ここで大会の審査員を務める呂布カルマに気になる選手を聞きました。まあ、レッドウィングじゃないですか。やっぱり高羅優勝ももちろんそうだし、高羅優勝したことでその大人の大会にもたくさん出るようになったと思うので、まあ、そういう意味でも場数が全然圧倒的に違うと思う。これ負けましたからね。僕はそれこそ大会で彼の生い立ちとかどういう気持ちでやってるかみたいなのを審査員として見てたんで、まあ感情移入する部分もあってどう戦っていいか分かんなかったですね、正直。まあ、もちろんその他の大会のチャンピオンだったとか前回のチャンピオンだとかが強さを改めて見せつけるっていうのももちろん面白いし、全くその知らない新しい子がボーンって出てきてるっていうのが、でもどっちかというとそっちの方を期待してて、その未知の子、新しい才能が出てくるのを最初に見れるっていうのがやっぱ一番面白いので。第3回激闘ラップ甲子園は3月26日日曜日、ゴリラホール大阪で開催。続いては東日本予選で準優勝したイチジク、彼にとってラップとは？ VTR どうぞ。まあ、音楽やりたいので、好きな色を絵の具に例えて、好きなアーティストとかそういう絵の具をチューブから取り出してたくさんの色を混ぜ合わせて自分の色を作ってるので、そうですね、僕っていうジャンルっていうのもまたあれだけど、そういう感じですかね。変幻自在のスタイルで相手を翻弄するイチジク。そんな彼の音楽のルーツとは？さあ行くぞ。すげえな、やっぱ。小学校で吹奏楽があったのでそれに入ってやってたっすね。まあそんなにサックスはトラック作る時に吹くとかアサイファーで吹いてみたいなのはあるっすね。イチジクはラップ、音楽をどう捉えているのか？絵を描くことに例えたら筆みたいな。そういうのたくさんいろいろ使えるの持ってるから使い方次第みたいな。ラップっていう筆だけを使うわけじゃないんで、自分を表現する時の一個のツールですね。そんなイチジクたちのサイファーは型にはまらない自由な音楽が飛び交う。まあまあ入ることも確かね、確かめ会いたい、住まる勝ち込め。路地裏の猫みたいな集団なので、みんな全然違う景色見てるし違うことやってるけどたまに集まるみたいな。まあ割と頻度は高いんですけど、でもなんか全員が全員同じことしてるわけじゃないので全く
あ、僕なんて本当にそうなので、まあ、猫みたいだなみたいな言われますけど。やばっ、イチジクサックスガチやばいやん。でしょ。彼の音楽性が評価されない場所だったら最初で終わるし、評価される場所だったら絶対的に決勝まで行くと思います。間違いない。世田谷かっこいいね。かっこいいですね。いちじくくんちょっと色気がすごくて、ね、私ちょっとドキッとするシーンたくさんありました。いやいや本当よかったね。ちょっといちじくくん VTR 見たけどさ、めちゃめちゃ色気あんじゃん、はい、かっこよかったよ。あ、そうですか、はい、びっくりびっくり。めっちゃかっこよかったです、うん。俺はね、メガネ外した方がいいと思うよ。髪も縛らず下ろしてメガネ外したらすっげえ色気感じた。はい、めっちゃいろいろ言うじゃないですか。ごめん。ほらほら、なんか良くない？ほらほら、うんうん、ほらほらほら。あー、いいですね。どう、いちじくくんにとって音楽ってどういう存在？なんか血流というか、なくなるはずもないけど絶対ないといけないみたいな感じですか。血流、血とかじゃないんだね。血流だから、流れ、流れない。それなしの人生なんて考えられないよねっていうことかも。そうですね、なんか絶対なくなることもないけど、やっぱり立ち止まって俯瞰した時にやっぱないとダメだなって思います。うん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 。前回の番組でですね、陰陽師の占いの人がいるんですよ。そうに誰が優勝するか、あの占ってもらったところ、予想ではいちじくくんっていうことだったのよ。優勝です。そう、優勝は怖っ。怖いよね。なんかその月その日なのかな、いちじきくんの運気がものすごく良くて、ね、運気的に見るといちじきくんが優勝するんじゃねえかという。あ、でもテストの点が良かったです。あ、そうね。それは頑張ったんだよ多分。激ラのバトルビートは完全オリジナル。初撃のビートに選手たちがどうラップを乗せるのかも注目の一つ。今大会のビートを制作したのはエスカイネ・アズジュだ。相手アンサー返すだけじゃそいつ自身が見えないと思うんで、自分のスタイルとか自分の今までのバックボーンとかやってきた経験の部分を本当曲として聞こえるぐらい、俺はラッパーでありアーティストだから、もうどんなビートが来てもこういうことをやってるから俺は作品ができてるんだぞっていう、なんか証明をしてほしい。エスカイネが制作したビートは世代最強を決める選手への挑戦状であり、魂のこもったメッセージ。そんなオリジナルバトルビートボリューム3は3月27日からデジタル配信されます。さあ、そしてですね、前回大会で楽曲制作権を獲得した美式間くんと楓くんなんですけども、はい、番組ではその制作過程をこれまでお届けしてきまして、その楽曲がなんとついに完成しました。 お疲れ様でございます。すごい。さあ、どんな楽曲が完成したのか VTR ございますので見てみましょう、はい、どうぞ。第2回大会で楽曲制作権を獲得した2人の最終レコーディングに密着。まずはビシキマ。曲を作ること自体初めて、何もかもが手探り。Yeah, 真っ黒系のブラックなラップのセンス。プロデューサーのリル・ユキチさんからアドバイスをもらい、試行錯誤を繰り返しました。飛び立つギャルウィン、俺は逃げる斜め上に。迎えた最終レコーディングでは、敷かれたレールからずれて逃げる。あー、なんかずれ、なんかちげ、ちょっとこれ書かんと俺なんか頭追いつかんぞ。言葉選びと音のハマり方に苦戦。敷かれたレールから逃走中、寝てもね脳に夢見続ける。敷かれたレールからうまいこと行け、寝てもねとかだったらちょっと変ですか。うーん、まあちょっと崩しすぎかなっていうのはあるから、やっぱ正直言うと、まあすごいとっちゃかってたなって印象はあったんですけど、もちろんその中でもめちゃくちゃいいラインとかもあったんで、そういうところは活かしつつパワーアップしていただいたって感じですね。歩けねえ敷かれたレールから逃走中。なんか自分は嫌なこととかがあったらもう嫌だと思ってなんか逃走しちゃって、でもなんか
結果としてうまくいったみたいなことが結構人生多くて、障害物を避けてのらりくらりなんかちょっと外れとるけどどんどん上に上がってっとるってイメージで飛ぶぜ斜め上みたいな感じで、ラフでタフに楽を選ぶジャスト斜め上に飛び立つ。ゆきさん大丈夫ですか、はい、苦労の末ついに楽曲完成、お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ。まあ初めての曲作りということで自分なりにがむしゃらに頑張っていい感じのまとまりを、まあゆきさんの力とかいろんな人の力借りてできた一曲だと思うんで皆さん楽しみに。人生初の楽曲制作を行いラッパーとして新たなステージに進んだビシキマ、お疲れ様でした。続いてはカエデ。真面目すぎるって言われたら本当マジでそれしかいい。確かに、あとその言葉数も結構抜いちゃって、前回詰め込みすぎな言葉は逆に伝わらないとプロデューサーのナオザライザさんに指摘され、ほとんどのリリックを書き直した楓。調子ではそこのビギナー全てを投げ出す。リリックの方向性が固まりさらに細かな部分をブラッシュアップしていく。オートチューンやってみますか。やってもいいかもね。オートチューン背中に乗せていく、破れてく地元友の夢全部切れます。それで踏んでってもいいけど、しかしまだ納得がいかずレコーディングは2日目。なんかイントロのとこでもうちょいフックに合わせた感じで構成をやった方がいいんじゃないかみたいな、まあ、リバーブかプロデューサーと二人三脚、何度も意見を交わしながら地道な作業を続けていく。ミックスしてアレンジしていくから。そしてついに、はい、一旦これで、はい、わかりました。方向性がすごい固まったのでプリプロの時の話し合いで、今まで自分が学んできたものとか今までその自分がやってきた中でのこう哲学とか考え方とかをこううまく表現できたらいいのかなと思って、多分引き出しというか今まで書いてきたリリックの量もあるやろうし、それを活用するというか、まあ、その土台があるんで、こっちとしてはかなりストレスフリーで制作ができたんで、そこクリアするともっとより掘り下げれるじゃないですか。それを一緒にできたのが結構良かったなと思います。今回の楽曲制作でプロの技術、言葉の引き算を吸収した楓でした。さあここで大発表でございます。なんとビシキマ君と楓君がですね3月26日の決勝大会でライブパフォーマンスをすることが決定しました。楽しみ。そこで新曲が初披露ということで、すごいね、バトルだけじゃねえっていうのがいいよね。いいですね、ライブパフォーマンス。ますます3月26日が楽しみになってきましたけども、はい、さあ、そんな2人とリモートでつながってるそうなので、はい、呼んでみましょう。まずは、ビシキマくん。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな感じに仕上がりました？なんか、ぼちぼちいい感じって感じです。なんか、まあ、ぼちぼちいい感じ。自分としては、ベストを尽くせてました。おテーマはちょっと自分の生き方というか、うん、そのなんか自分の今までの人生を表したような曲になっています。なるほどなるほど。いいね、うん、曲作るのって初めてなんだよね。そうですね、うん、やってみてどうだった？いや難しいって思いました。マジで難しくて最初はもうやばいかもって思ったんですけど、うん、周りの人たちの協力もあっていい感じにまとまりができて、うん、ホッとしてます、で本番ねバトルもあるけどライブパフォーマンスもあるということでライブの方はどう？あライブはもうなんか自分は結構現場数っていうのは結構あの他の人より踏んできた自信があるんで、まあそれをライブにも活かせればなって、うん、いやちょっとビシキマ君のライブも楽しみだよね、うん、そうですよね。こう MC バトルとこうライブステージってまた全然違うものだと思うんですけど、ねちょっと本番なんかどういうことを意識しようかとか、はい、なんか考えイメージしてることってありますか？いやもう自分らしくなんかもう元気に明るくって感じで
その場ちょっと身振り手振りというか手を大きく使おうかなっていうイメージ。あーいいですね、いいですね。美式マックにはですね、決勝大会当日ライブはもちろんバトルにも出場してもらうんだけど、はい、さあ前回まさかのシード美式マの対戦枠をかけたワイルドカードマッチの発表がありまして、うん、1回戦の相手が当日までわからない、はい、そういった状態なんですけども最後に王者の貫禄を見せる一言お願いします。その激闘ラップ甲子園前回優勝させてもらって、それからもうさらに成長してるんで、もうこう、なんて言ったら、もうまあもう余裕で勝ち上がらせさせていただこうかなっていうバイブスです。なんかちょっと長くなっちゃう、ごめんなさい。なんかやっぱ目指せ2連覇って感じ。はい、もちろん。 OK、 わかりました。じゃあ当日頑張ってください。応援してます。ありがとうございました、はい、お願いします。さあ続いて楓くんともリモートでつながってますので呼んでみましょう、はい、楓くん。お疲れ様です。よろしくお願いします。さあ楓くん、楽曲制作したけど、はい、やってみてどうだった？結構僕何個か選択肢が生まれるんですよ、やっぱ制作してる中で、うん、こう例えばこっちの発声がいいとかこっちの発音がいいとか、結構それで自分の制作してる時で迷うことがあったりとかもよくするんですけど、まあその時に、うん、あこっちの方がいいねとか普通に言ってくれるだけでも、あじゃあそうしよっかって普通にもう決めれるんで、そういうのが一番自分としては助かったかなっていう印象はあります。なるほどね。え、作った曲のさテーマって何なの？まあ、結構なんて言うんですかね、ビートも結構尖った感じだったんで、うんうん、まあなんか個人的にはまあこの番組も結構バトルとかが主だったりするので、まあ、僕がこう思ってるこうラッパーとしての思想だったりとか、まあそういうなんかちょっと自分が見ててうーんって思うラッパーへ変えたかなって感じです、うん、でもさ3月26日バトルもやればライブもやるっていう、ちょっと大忙しだけどどう？ああ別にいつもイベントで、まあ、ライブゲストライブとかで呼んでもらって、それでまたバトルも出るみたいな、まあ、いつもやってることなんで別に特段変わりはないです、うん、なるほどね、うん、逆に1曲なんでちょっと物足んないですね。あもっとやりたい。まあライブ終わった瞬間に今日楓の雰囲気じゃねえかって思わせるぐらいの、うん、なるほど、まあなんていうんですかね、いいかまし方をできればいいのかな。でもなんか本当に、うん、まあ、バトルはもうなんか頑張ります。わかりました。また今回紹介した2人の楽曲は4月から番組のテーマソングになります。お楽しみに。なるほど。そしてですね、現在番組のエンディングテーマになっております、はい、第1回王者シンの If Other Life の楽曲制作の様子をですね描いたドキュメンタリー動画がですね、うんうん、番組の激ラミュージックチャンネルで公開中です。ガチンシュン別に邪魔だなレクシヒエ12ですかこれ。マジっすか。16の手だったんですけど、なんともないものになんか自分なりに価値つけれたら人生充実するじゃないですか。なんか空見て綺麗だなとか思って描いたりとか。楽曲制作とかさ、うんうん、番組のテーマソング起用とかさ、だから大会でこう頑張ると、うん、ね、あの爪痕残すと、うん、その得点とかも盛りだくさんなわけじゃん。いや嬉しい、ね、だからみんなのそのモチベーションになるっていうか、はい、うん、頑張る理由が出てくる。そうだよね。確かに確かに、うん、嬉しいよね、うん、今回もね、第3回大会もまた何か新しい得点があるかもしれないですね。かもしれない。If I saw life たどり着いた今にハローや醜く血を吐このストーリーに合う美しいナイス動き回るペンスをアップフレーブアテンション別に止まらないでよこせ yeah。 いよいよ第3回大会近づいてきました。出場者も24名、まさに超史上最大。美式間くんと楓くんのライブもあります。世代最強が決まる瞬間を一緒に見届けましょう。チケット発売中です。21名から24名に増えましたが、もうこれ以上サプライズはないので安心してチケット買ってください、はい、会場でお待ちしてます。すげえ
ぼかしかかってたけど普通に汚いっすラップがあるから長生きしたいなとかご飯な30回以上噛んでみあまなんぞって言ってどっか行ったわレディーファイト第3回激闘ラップ甲子園赤コーナー青コーナーレッツジャッジかけてる今日マイク1本に、yeah、でも音楽感性が力士そこの違い私はあくまでリアルを吐いてるぜマイクチェックの時点で俺圧勝してるぜ